に強くなるんですけど、はい、S&S のキャブなのでこちらこれが強くなる。さっき試しにエンジンかけちゃったんですけど、でこうグリップをちょっと持ちながらセルをで、かかったらちょっと煽って合わせてやる。セル回しない。今ちょっとかけちゃったんで、ちょっとかかりが悪くなっちゃうかもしれないんですけど、こう、まあ、ガソリン確認して、コックを開けて、アイドリングを半周ぐらい、分かりづらい。ちょっとキックが多分重くなるんで、叩いてる。で、次からでキックして、はい、下げちゃって、軽いと思う。で、次でかかるんで、踏ん
ったらまた次重いとこが来るまで次かかるんで そこでスイッチを入れてから踏み下ろすとかかります。ここで下に行ったまんま、そうオンにして、もう一回今度本気。ライトニングはもう上がってるんで。